フレデリック・キャザーウッドは、イギリスの画家、建築家、探検家。ジョン・ロイド・スティーブンズと共に、中央アメリカとメキシコの古代マヤ遺跡を訪れ、緻密な絵を残したことで知られる。コパン石碑 H のリトグラフ・キャザーウッドは、今のロンドンのハックニークで生まれ、1815年から1820年まで、建築家の見習いになった。1821年から、イタリア、ギリシア、 中東とエジプトなどを旅行して遺跡をスケッチし地図を作成した。1833年にはエジプトの軍人に変装してエルサレムの岩のドームに初めて入り6週間かけて計測した。帰国後、ロバート・バーフォードがキャザー・ウッドのスケッチをもとにパノラマを作成して展示した。1836年、エルサレムのパノラマ展示の場でキャザー・ウッドは アメリカ合衆国の探検家、ジョン・ロイド・スティーブンズに会い、中央アメリカを二人で探検することを決めた。同年、キャザー・ウッドはニューヨークに移住した。ニューヨークでのパノラマ展示は大成功した。1839年から翌年にかけて、スティーブンズとキャザー・ウッドはコパン、キリグア、パレンケ、ウシマルなどのマヤ遺跡を訪れた。当時、写真は まだ十分に発達していなかったが、キャザーウッドは、画像を紙の上に投影するカメラルシダを使用して、込み入った、マヤの遺物を正確に描画した。キャザーウッドの同伴による差し絵を載せた、旅行記は1841年に出版され、ベストセラーになった。1841年から翌年にかけて再び、スティーブンズと共に、ユカタン半島各地の遺跡を訪れた。 1842年の火災によって、パノラマ、キャザーウッドが描いた多数の原画、収集した麻薬物などが失われた。それでも1843年には新しい旅行記を出版している。1844年に、キャザーウッドは単独でリトグラフ印刷による25ページのカラー画集、ビューズ・オブ・エンシェント・モニュメンツ・イン・セントラル・アメリカ、チー・オーパス。 アンドユカタンを出版した。キャザーウッドの絵は建物の前に人物やジャガーを描いたりするなどおそらく芸術的配慮によって想像で追加された部分があったが遺物そのものの描写は正確であり後の修復の参考資料として重要な役割を果たした。1849年にカリフォルニアゴールドラッシュが始まるとキャザーウッドは サンフランシスコで幸夫のための道具を売る店を開いた。1852年にスティーブンズが病死した後、キャザーウッドは1841年にスティーブンズと共著で出版した著書を改訂し、1854年に一貫本として出版した。同年、ロンドンからニューヨークへの船旅の途上、乗っていた蒸気船アークティック号の衝突事故によって死亡した。 ありがとうございます。